こんにちは、翔太です。今回なんですけど、まあ明日というかもう3時間ちょい過ぎぐらい経ったらですね、再販されるですね、マーリン、こちらについて取るべき、今でも取るべきかについて、話していこうかなというふうに思います。ちょっと正直ですね、迷ってる部分はあります。廃課金の方的には取らなくて、取る必要はないかなというふうに思っているんですけど、無美課金ですね、私含め、私は美課金と言っていいのか分かんないですけど、私を含めですね、無美課金の方がマーリンですね、取る必要性は、今でもあるかなというふうに個人的には思っています。こちらのキャラクターなんですけど、とにかくですね、アクティブスキル1が、強力なものになっていて、風魂ですね、これを付与することができると、この風魂がですね、その風魂を付与したキャラクターが攻撃するたびにですね、連続攻撃とかで攻撃したりすると、その攻撃するたびにですね、5回攻撃なら5回分風魂ダメージを受けると。で、この風魂ダメージっていうのがですね、本来ですね、このキャラクターが与えるはずだったダメージの半分のダメージを与えるっていうところで、今ですね、基本的に、ダメージカットですね、もう 70-80% をほとんどのキャラクターが持っているのかなというふうに思います。なので実際の攻撃で受けてるダメージっていうのはその 70-80% ですね、カットされた値を見ているんですけど、それはですね、カットされていなかった分っていうのもですね、本来のダメージからこれだけカットして受けたダメージがそれっていうだけであって、本来であればですね、それ以上のダメージ受けていたんですよ、もともと。そのもともと受けていたダメージをもとにこの風魂ダメージっていうのは算出しますので、実はですね、風魂ダメージ実際に受けたダメージよりも高くなることが多くてですね、これによってですね、どんどん致命ダメージ無視であったり復活の回数が消費されていくっていうのがですね、特徴となっています。で、この風魂は復活でも解除することができないですし、狂乱でももちろん、風魂にはなってしまうっていう、新しいジャンルの最悪状態っていう、新しいジャンルのデバフ、というところになっておりますので、こちらはですね、とにかく来た時からですね、かなり猛威を振るっている、異常状態というふうになります。で、これがですね、バリア環境であれば、そのバリアで結局ですね、風魂ダメージ発生するタイミングっていうのは自分が攻撃するタイミングなので、結局自分のターンが回ってきたタイミングで、このダメージ、自分が攻撃してる間に受けるダメージになるので、自分のターンが回ってきた瞬間にバリアっていうのはですね、100% まで流血だろうがなんだろうが、回復するんですね、バリアの分っていうのは。で、そのバリアで、この風魂ダメージを受けることができれば、正直そんなに気にはならないっていうところで、バリアのキャラクターが増えれば増えるほど風魂の価値っていうのはどんどん下がっていきます。で、今の私の環境的に言うと、私の場合はですね、正直、風魂というじゃない、バリアですね、しっかりつけられてるキャラ1人しかいないので、そういった場合だとそのキャラクターは別に風魂気にならないんで、なりますけどね、それでも気になりにくいんですけど、他の HP で普通に受けるキャラクターたちはですね、この風魂ダメージを HP で受けないといけないで、そうなってしまうと致命ダメージ無視であったり復活がどんどん消費されて、なんかコテンパンにされてしまうっていう風な状況にあると。で、この風魂ダメージの対策としてはですね、もうダメージ本来受けるはずだったダメージを減らす、っていう風なですね、立ち回りをするか、回避するぐらいしかないんですね、このキャラクターの場合。バリア作ってもらうとかでもいいんですけど、この風魂回避するぐらいしかちょっと防ぎようが今のところなくって、とにかくですね、強力なキャラクターになっているというところで、迷ってる方が多いのかなというふうに思います。めちゃめちゃ強力なキャラクターとなっていてですね、武器も、体力レベルかける280、攻撃力 21%、防御術防御貫通1100とかであったり、攻撃力 65%、命中値レベルかける380、一応命中値も高めですね、今見ると。で、HP 65%、状態性 80%、ここはちょっと微妙かな。最後のパッシブは知力値レベルかける365、防御貫通レベルかける15と。で、神髄共鳴は知力値の2倍、筋力ダメージカットと知力値の3倍、攻撃力ダメージをカットという風になっています。なので知力値が最後にあるので、使うのであれば七角星は必須のキャラクターになっているかなという風に思いますね。
で互角攻めのところですねがかなり強力でパッシブさん、とりあえず自身がバナーにいると味方が知力値の2倍分筋力ダメージをカットと。で出陣時自身が4ターンの間玉壁に入る、これが結構強力で、周りにですね2枠目に置いている人が非常に多いキャラクターとなっていて、2枠目の使用率でいうとナンバーワンのキャラクターとなっています。でまあ、その2枠目の理由が主に風魂をですねとにかく早く敵全体にばらまきたい、敵のスキル1に合わせて風魂をばらまくことができればですねかなり敵の戦力を壊滅させることができますので、まあ、それをやっている方が多いというふうなところで、なんだろう、自分が攻撃するときはいいんですけど、まあ、相手からしたら2枠目の周りにもう早めに2枠目のキャラクターで落としたい、まあ、攻撃としても狙い支障の下なんで、まあ、キャラクターを選べばあの攻撃を狙い撃ちすることっていうのは十分できる位置にいるんですけど、あのこの玉壁に入ること、しかも4ターンも玉壁に入ることによってスキル1の攻撃4回無効化してしまうんですね。なのでどれだけ高火力の攻撃をしてもですね、さすがに4回も防が攻撃を無効化されてしまうと、まあ、ほとんどのキャラクターを一発で倒しきるっていうのはもうほぼほぼ不可能というところで、ここはまず強力なのかなというふうに思います。で6ターンの間方針に入るっていうのもめっちゃ強力で、知力値が25から 70% も上がるんですね。でダメージも25から 70% カットされると。でこれですねターン数減らないっていう、またなんか新しいジャンルになっていて、それも非常に強力かなというふうに思います。でなんでまあ解除されるってことはないんですけど、放心状態の間は味方の影光と結成ですねっていうのも解除されなくなるので、最近影光強力なキャラ多いんですけど、影光は剥がれちゃうってキャラクターも、同時にですねかなり増えてきているので、このキャラクターが一発いるだけで味方全体の影光ですねっていうのはとりあえず剥がれなくなるので、まあ、結成というよりは、まあ、影光の方ですね、が剥がれなくなるっていうのがとにかく強力です。まあ朝王も結成ばらまいたりしますので、朝王との、シナジーも十分あるかなと思います。で自身 HP 上限 10% より高いダメージを受けるたびに2ターンの間自身が影光生後になって MP の8倍分とダメージ30から 60% カットというのも貼ることができて、まあ、これもですね非常に強力な影光、まあ、ただ MP のパッシブはないのでそこはちょっと自分で作ってもらう必要があるかなと思います。で自身あでこれが毎ターン2回まで発動可能なので、まあ、MP さえ育成すればかなり強力です。で自身が致命ダメージを与えたら方針のターン数がプラス2、これが風魂でもですね適用されますので、方針のターン数はすぐプラス10に、プラス10というか10ターンになります。で自身が致命傷を受けたら方針のターンですね1ターン使って、しかもこれ最初1ターンなんで1ターンの時はあの方針のターン使わずに致命ダメージ無視しちゃうっていうところも強力です。で自身の異常状態は全て解除して 40% の HP を回復、1ターンの間夢中状態になって、この効果は4回まで発動可能と。まあ HP があんまり回復しないんですけど、まあ、それはそれでまあ影光のカット率が上がるので、まあよしとしようかなというふうに思います。というところで、まあ攻守ともにですね、まあ守はそうでもないか 70% ダメージカット、まあ影光もあるからな、まあ攻守ともにですねかなり優れたキャラクター、今見てもかなり優れたキャラクターですね、っていうのがわかるかなというふうに思います。まあ弱点を言うと、タイマンはまあ、タイマーも強いっちゃ強いんですけど、まあ、結構範囲攻撃主体なので、そこがちょっと弱点ではあるかなというふうには思います。まあ、でも強いですけどね、スキル1が敵4名3回攻撃、毎回 800% から2000% のダメージ、砲術ダメージと自身知力値の8倍から20倍と、で、攻撃した人数が少ないほどダメージが高くなる。で、毎回攻撃前、敵が風魂状態の場合は必ず会心攻撃が発生というところで、ここでもですね、風魂の、ダメージを伸ばしていくと。で、知力値で勝っていれば 100% の確率で、敵の有形状態あるいは生後状態を1つ解除。自身がそのダメージの 100% の HP を回復。で、毎回攻撃後、100% の確率で6ターンの間敵を風魂にして、HP 吸収を 150% 減少と。この HP 吸収突破できるのは卑弥呼ぐらいかなと思います。すべての攻撃後、味方6名を4ターンの間霊王生後にして、2ターンの間影光生後にする。ここも結構強力ですね。味方全体に影光をばらまくことができるキャラクターにもなっています。残り MP の12倍分のダメージを吸収。ダメージが30から 60% カットと。スキルには敵6名2回攻撃になっていて、毎回 800% から 1600% の砲術ダメージと、知力値の10倍から20倍で、攻撃力の 80% から 160% のダメージが入ると。
で、バナ一席生存者が少ないほどダメージが高くなる。で、タイマンですね、攻撃を敵の人数が1人だったらその敵を4回追加攻撃。毎回公開、攻撃前 100% の確率で3ターンの間敵を風破罪悪にしてダメージ 50% カット。で、知力値が高い場合は敵の状態上耐性を 100% 無視。毎回攻撃を 100% の確率で3ターンの間敵を流血罪悪にもすると。で、 35% の場合、敵が風魂の場合は 100% になるんですけど、2ターン内で封印罪悪にする。まあ、この封印はちょっとなかなかおまけ感は正直ありますね。風魂がかなり、マーリンが2ターン、マーリンのスキルに打つタイミングで敵が風魂である状態っていうのが、まあ、正直なかなかないので、まあ、バッファーとかならあるかもしれないですけど、基本的にアタッカーはもうスキル1を打った段階で、風魂使い切ってしまうので、あまりちょっとこの封印は決まりにくいのかなというふうに思います。まあ、でもですね、 35% でも無比課金帯だとあまり状態状態性の奥義とかを解放している方もいらっしゃらないかなというふうに思いますので、正直ですね、付与自体はできるかなと思います。しかも毎ターン知力値の36倍の HP を削っていくというところ、まさに攻撃を4ターンの間味方6名を危機成功にするというところで、今見ても正直かなり強いキャラクターですね。まあ、ちょっとやっぱり火力が物足りないと感じることはあるかなというふうに思いますので、まあ、バリア環境ではない方、まあ、将来的にもそこまでバリア環境になるかと言われると、まあ、そうでもないですし、このキャラクター耐久性かなり高いキャラクターになりますので、まあ、正直ですね、未だに、私は周りにボコボコにされることは多々ありますので、まあ取るのはかなりありなんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。時期が時期ですけど、まあ、待っていた方は言ってもいいのかなと、後悔は別にしないかなというふうに思いますね。私が取っても正直後悔はしないかなというふうに思っているんですけど、私がちょっと取れない、多分取ることは難しいような気がしますね。いや、私の場合はもうちょっとさすがに限界あの7周年のキャラは取ろうと思っているので、まあ弱かったら取らないですけど、まあ基本的には取ろうと思っているので、まあそこに関してはですね、まあと、まあ今が周年前じゃなければ全然おすすめしているキャラクターではあったんですけど、まあ、ちょっと7周年の前っていうのがまあ気がかりですけど、取るのはありかなと個人的には思っています。まあまあ難しいところですね。まあ私は取らないです、とりあえず。もういいかなって思ってるところがあります。今から風魂取ってもなって、なんか今更感があるので、まあ、やめておこうかなと思います。これからも放置少女の動画を上げ、今回の動画はここまでしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。